はい、こんにちは、伊藤 D です。今回、パズドラ実況第2回目ということで早速始めたいと思います。ただですね、パート1をちょっと投稿して、様子を見せたんですけど、たくさんの、コメントなどいただきました。ありがとうございます。そんな中で自分がすごい気になったコメントがありまして、それが、こいつです。こいつ、まあパート1見てくれた方ならわかると思うんですけど、最後レアガチャを回す時にですね、この子が出てきたんですよ。で、超強力だからなんか使ってみてねみたいな感じで出たんですけど、これに対するコメントがすごかった。ゴミとかリセマラっていう工程があるんですよね。リセットマラソンでしたっけ。で、やり直せと散々な言われをしてたんですよ、この子。で、自分も考えました。この子だと何がいけないんだとこの子は、まあ、皆さん言うようになんかゴミキャラかもしれない。ただクリアできないことはないんじゃないかと。まあ皆さんの言ってることは正しいのかもしれないんですけど、自分はこの子を使ってしっかりとクリアします。もうてか逆にここに来たらもう彼女をもう抜きません。最後まで最後まで彼女をパーティーの中に入れます。もう逆に開き直ります。まあそんな感じで、ちょっと前置きが長くなってしまったんですが、早速第2回目この旅立ちの塔ですね、こちらの方からプレイしていきたいと思います。まああれですね、実力に関しては前回パート1の時は本当にひどかったんですけど適当にこの人、ただあれから YouTube とかでこう動画を見たんですよ、パズドラの。したらすごいレベルの高さですね、これ。なんかこうやって、あ、違う違うんだよな違うんだよ。こうなんかコンボの数をとにかく狙っていくみたいな、なんかそんなスタイルなんですよ。こうで、OK、 こうでしょ。そうそう、こんな感じ、こんな感じで、なんかもう気持ち悪いぐらいなんかもうこうやるんですよ。5、6個とかコンボ5、6個作るみたいな。でもちょっとそれいろいろ見て研究したんで、前回みたいになんかそのちんたらなんかこう少しずつなんていうの消していくみたいな、そんなもうないと思います。もう今日からちょっと覚醒するんで、思考体力減ってないのに回復しちゃうっていう。いや、さっきからちょっと新モンスターが出てきたりしてますけど、さあこうだ。あ、ちゃあちゃあちゃあ、あ、OK、危ない。よし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 、強い。ここいや、ダメだな。いや、これ慣れだよな、正直。ランクアップするとスタミナ、チームコスト、フレンド上上限数のどれかが、あ、スタミナ減ってる。なんだ、まあいいや、よし。お、なんかプラス、あ、お新モンスターか、ブルーカーバンクル。はいはいはい、 OK、 よし、旅立ちの塔の2個目ですね。旅立ちの間、いき
きます。しこいつロキさん OK。 あとあれだ、あの前回の時にこの会社名ですね、ガンホーのことを自分ちょっと間違って軍ホと呼んでたんですよ。ちょっとそこも今お詫びします、すいません。違う、あーやったー、何もできないのがな一番恥ずかしいよな。あ違う、これも違う、あ違う違う違う、あやばいやばい、ちょっと待ってよ。こうだ、オッケー、よし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 、これいったべ、よし、オッケー。そうなんですよ、こういう風にどんどん消していけば攻撃力になったりとかして強くなっていくんですよね。よし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 、回復もして、おお、え、何もの、なんか5連鎖ぐらいしたいもの、5連鎖っていうか5個消しか、5消し、どうする、違うなダメだな、あでも実際倒した、よし待てよ、いやどうする、闇、よしこうだ、よし上手くなってる、あ違うちゃうな、あでもよしよしよし、これでまあ突破した、よしよし強い、強くなってる俺いいよ、はいはい、お、あさっきの、はい、ブルーゴブリンフレンド申請しときます。え、相手フレンドリクエストが上限に達してるためリクエストを送信できます、あー条件だ、上限があるからできないと、フレンド今どうなってる、フレンドリスト、ん1個、あれあ1人だけか、よし、はい、じゃあ食べちょんと最初の試練、はいこの人、はい OK、 さて行きますか、ここはこうでこうで、あちゃあ、時間がね足りないんだよ、待て、回復以外でなんか消せるやつ、あー闇だ、ちょっと時間制限内にあそこまで持ってけるかな、いけ、あ違う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 、あーちゃうよあ今動かしてるドロップ俺そっちじゃなかったんだけどな、よしいけるか、よしいった、よし、これこれ、こういうのが気持ちいいんだよね多分パズルやってる人、これはちょ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 、あ違うちゃうちゃう、そうじゃないそうじゃない、待てよ待てよ、こうでこうでこうでの、あちょこ、 OKOKOK、 そうそうそう OKOKOK、 これでも、あ、痛い残りか、で、こうで、あ、ちゃ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 、あ、ちゃ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 、まあでももうどんどん進んでいきます、逆にね、こういうなんか雑魚的相手になんかこういちいち頭使うのもめんどくさいっていう話ですよね、これあーっと、あ、あーちゅ、まあ、いや、これでまた行ったべ、おい、こ
これですよ、この破壊力。よしよし行こう。待てよ、こう、あちゃくちゃな。てか今思ったけど、なんか強そうだなこいつ。さっきのこう雑魚敵みたいな風に見せたけど、めっちゃ硬えじゃんこいつ。うん、あ弱点か、闇か、光で今めっちゃ効いたよな。闇か、じゃあ光でもな、光ここで一つ作って、これでとりあえず様子見行くんじゃないか。ああ、あっけないんだよな。目は大切にね。ゲームは1日1時間。高橋名人にお金入ってるんですかね。権利とか持ってないのかな、名人。よっしゃ。はい。あ、そうだ。魔法石がまた3個まで増えてる。ゲット今上限達しちゃってるから。お、火のダンジョン増えてる。ダンジョンクリアしたのかさっき。なんだこれ、紅玉攻撃。まあ、いや紅玉でいこう。紅玉の行動。よし、この人でいきますと。よし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 。お、あ、そっか、火っていうぐらいだから火のモンスターがいっぱい出てくると。ってことは水を消せば消すほどここの場所は有利ってことじゃないのか、これは。でも水が今とりあえず消せないからこんな感じでしょ。あ、じゃあ逆にあれか、緑草はあまり消すでも意味ないって感じか。まあ、とりあえず消して様子見ってみる。あー効かないねやっぱり。よし、水が溜まったから、あーダメだ、なっしゃー。いやなんかムキになってる自分が腹立つな。よし、あちゃちゃ、よし、あちゃー、うわ違う。さっきからそういうボンミスが多い。よし、こうで、あちっ、あちっ、そう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 、そういうこと、そういうことですよ。こう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 、おっしゃ、オッケー。ほら容赦ねえよこれ。相性って関係ねえから、消せば消した分だけ食らうんだよ。クソにわかなんだよな。クソにわかが何喋ってんだって話なんだけど。お、仲間ドラゴンシード、スキルなしか、スキルなしか。なんかやっぱりスキル持ってないと使いたくないよね。紅玉の守り手、よし。いや、いいね、サクサクいってるよこれ。今回はこのここまでかな。今回はこのダンジョン、ま、あーちくしょう、今6個いけたな。このダンジョンまでにするかな。オーケー、よしよし、やべ、おっさなんだこれ。ダメだな俺、ゲームやってると変な声出ちゃうな。よし、オッケー、よし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 、あー、くそ、食らった。あー、またずれたね今の。
おお、さっきのこれは火だね、完全に。とりあえずこれで様子見。よし。うわあ、一貫ね。え、しかもなんか回復みたいにしたのか。なんだ。よし、とりあえず、とりあえずやろう。ああ、水だな、やっぱり。お、でも、効いてる効いてる。待て待て待て。いや、もうここは強引に水狙うか。よし、行ってみる。あちゃあ、あちゃ、そうそう、いや、違う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 、今一番あの右下のやつを触ろうとしたんですよ。それがやっぱパズルゲームだね。冷静にいかないと。でもここはここはこれで、ああでも大したことないな。いや、数消すか、数消そう。あ、よし、まあいいよ、まあいいまあいい。で次こうこうこうのこうだ。 OK、 あ、これ出せる。そうだ、スキルコールドブレス。おおそうだ、スキル忘れてた。同じ属性のモンスター同士をパワーアップ合成すると経験値にボーナスがつく。あ、なるほど、合成ありましたね。確かに合成の時に同じ属性のモンスターをやった方がいいんだ。 OK、 了解了解。いや、サクサクだな。視聴者の皆さん、特にリセマラを進めてた皆さん、僕の実力ですよこれが僕の実力ですまあ普段はねこんなキャラじゃないんで、はい、ちょっと今調子乗ってるだけです、すいませんよし、次行動の毛流。うわ、毛流なんか強そうなの来そうだ。このダンジョンはどこまでなんだ。ここまでか。よし、行くぜ。数消していくよ。数、あー、ちゃうな。オッケーオッケーじゃない焦る、あー焦る。よし、よし、こわ、よし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 、そう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 、俺が狙いたいのはこれ。うわ、めっちゃパートナー強い。1000とか言ってんの今。こう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 、あ、オッケーオッケー、これでいい。よしよしよし、まあまあいいでしょう。こうこうこう、あー違うな。よし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 、こう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 、オッケー。よし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 、あうーん、ちくしょう。もうちょっと慣れるまで時間かかるな。これこのぐらい消しといて、こうでこうでこう回り込んでこうしてのこうだ。おお、あの視聴者の皆様、あの技術的になんかこうしたらコンボなりやすいとか、なんかそういうアドバイス的なのあったら、どんどんあの動画上でコメントでもいいので、書いてくれたら嬉しいです。やっぱりなんか今後やっぱりいろいろ多分辛いと思うんですよ。辛い局面が出てくると思うんで、やっぱねここは視聴者と一緒に、なんかそこら辺もクリアできたら面白いなと思っています。あ、ピキンだね、これか。よし、コードブレス。あ、待て待てよ、次の発動まで10ターン。
で、ボスがなんか猛竜だから、そこまで取っとくがいいのか？取っとくか。取っとこう今。そう、なんか急にもうやべえやつ来たらもう使わざるを得ない。お、待って、こっちもなんかできてる。防御耐性、水、火ドロップを回復ドロップに変化させる。へえ。今2個しかない。発動、とりあえず発動してみる。あ、4個あった。よし。おー、回復になったね。よし、これで次のボスに来ても、結構もう有利だな。こう。よし。強いな、マジで。あ、そんなの来たぞ。まあ、とりあえずコールドブレス、こいつを撃ってドラッキーか。これだけ、ちょっと待ってよ、こいつめっちゃ強いんじゃねえの。いや、自分を信じろ、自分を信じろ。やばいやばい、なっなっなっ、あー、うおー、200ぐらい食らってるダメージ。おいおいおい、マジかよ、ここで終わりか俺。お、こいつなんだ、ガードブレイク、少しの間敵の防御力がダウン。おお、いいね、ガードブレイク、いいじゃない。よし、あ、違う、うん、防御力がダウンしてる間に今のうちにいろいろやっときたい。どうなるよね。あ、パートナーがめっちゃ強いんだ。そっか、勝ち筋見えた。有効利用しちゃえ。これはちょっとすいませんでした。これは、いや、今の、カス筋見えちゃったのがなんかな、逆につまんなくしちゃったな。めっちゃ強いじゃん、さっきのパートナー。うわ、もうなんかガードブレイクとかとってもよかったんじゃん。いや、なんかすいません、視聴者の皆さん、こんな感じです。自分こんな感じで進めていきたいと思います、今後も。はい、仲間ゲット。あー、トッチになりたいな、この人強いし。できないもんね。あ、ん？あ、モンスターの方か、モンスターボックスが。最後ちょっと合成するか。こいつベースで属性で合ってるの、こいつとこいつ2体よし、これで合成。よしよしよし。おお、どんどん上がってくる。やっぱ合成していくべきだね、やっぱり。あ、じゃあこう、じゃあもう一個だけ合成。みんなが忌み嫌うこのモンスター、こいつを俺は最強にします。よし、みたいよ、合成。お前の本気見してやろうぜ、視聴者の皆さんに。あれ、レベルね。はあ、そっか。で、あ、そうね、火のダンジョンは暗い。で、次回はこの水のダンジョン、ここからスタート再開とさせていただきます。それでは、
今回もご視聴いただいた皆さんありがとうございました。次回水のダンジョンでお会いしましょう。さよなら。